はい。皆さん、こんにちは。ワナルクルージです。では、今回は、カンパニー・オブ・ヒーローズ、ノルマンディ侵攻、続きをプレイしていきたいと思います。ミッションリストのナンバー2、ビエル・ビル。今回は、こちらの中級をプレイしていきます。6月6日の深夜、日付が変わって間もなく、史上最大の空挺侵攻作戦の火蓋が切って落とされた。ホークス中隊の空挺部隊に課せられた任務は、上陸作戦の決行に先立ち、オマハビーチとベルビルの町を結ぶ洋路を確保することだ。ということで、早速始めていきましょう。ミッションをプレイする。カンパニー・オブ・ヒーローズみたいなゲームで、まあ、実況を収録するケースっていうのが、まあ、これまでほとんどなかったので、まあ、ちょっと試行錯誤しながらですね、お届けをしているので、まあ、こういう編集とか、こういう視点とか、まあ、あればもっと見やすいですよとか、そういうアドバイスもね、いただけたら本当に嬉しいなと思います。ではシナリオの方から見ていきます。クズンスキー、 All good men. By sunset, over 156,000 men had come ashore. The invasion had begun. OrAs my CEO used to say, hell opened its gates. The night before, the largest airborne operation in history dropped three divisions of paratroopers behind enemy lines.And their objective was to seize major roadways and prevent a counterattack that could jeopardize the entire invasion. Success on D-Day depended entirely on these men. Go, go, go! Hans.Dein Fressen ist unter aller Kanone. Ich werde diesen Fraß nicht essen. Ich bin nicht deine Mutter, Arschloch. Dann koch doch dein eigenes Fressen. Now, we're scattered all to hell. We have to silence that anti-aircraft gun. Let's move out.That gun is well defended. はい。では、ここから実際のプレイに入っていきましょう。対空砲を無力化しましょうというのが、まあ、ミッションに設定されているようです。対空砲を破壊する。ね。数なんかは不明ですけども、まずはパッと見、ここに対空砲があるのは確認済みなので、この対空砲を
まず破壊していきます。使えるユニット、操作できるユニットはこちらだけですね。選択していきます。進軍中です。まずはね、やっぱり土のうが積まれているところで敵と交戦という形ですよね。で、まあ、必要に応じて、手榴弾、投げ込んでいきましょう。手榴弾、グレネードを放り込んで、破壊完了ですね。まあ、この調子で、他も破壊していくっていう形ですかね。Our objective is to secure this area. The Germans have anti-aircraft sites at these locations. 対空砲が少なくても確認できるだけで残り4つありますね。Until the sector is clear of anti-aircraft guns, この4つの対空砲の破壊、これをやっていくということになりそうです。In addition, capture these strategic points to secure additional resources. いくつかの戦略ポイントの、まあ、占領確保ですね。これをしながら進んでいこうと。いうミッションになっているようです。では早速ですね、目の前にここに弾薬の戦略ポイントあるので、この弾薬の戦略ポイントの確保から行っていきましょう。戦略ポイントを確保しました。そしたらこれさらに前線の監視所へとアップグレードしておきます。アップグレードしてる間にちょっと部隊は前へと、まあ徐々に進めていきましょう。ここに敵がいますね。今戦闘中だな。前方で銃撃戦だということで戦いが起きてますね。まあ、この戦いなんとか制圧していきたい。まあそういう局面ですので。では、指揮できる2つの部隊ですね。進めていきましょう。これでも手榴弾とか投げ込まれたら一旦の終わりですよね。ベイカー中隊の救出をせよということですね。空挺歩兵をじゃあここに下ろしましょう。でその間にこちらも突入していきます。空挺師団が降りてきましたね。突入しましょう。ゴー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 。押したはいいけど、まあ、すごく今敵に制圧を受けてます。ちょっと一度撤退しましょう。敵の機関砲が重すぎる。とかグレネード投げ込めないかな。グレネード投げてある程度ダメージ取れればっていうところですけどね。増援を要求しながらこっちもグレネードをなんとか投げ込みに行きましょう。噴気を使ってる間は制圧されないので、噴気を使ってる間にグレネードを投げ込んで戻りましょう。これで敵のね、機関砲を無力化できましたね。ベイカー中隊の救出に成功してます。これでどうだろう、指揮できる部隊がだいぶ増えたんじゃないかな。全部で4部隊使えますかね。今度は敵のパトロール隊を、まあ、なんとか無力化しつつ戦略ポイントをさらに確保する、まあ、道路の要衝も確保する、まあ、そういう任務になっていきそうです。この辺りを一旦では
パトロール隊を叩く部隊と弾薬庫を確保する部隊、まあ、あの2つずつに分けましょうか。せっかく指揮できる部隊増えてますので、まあ、あの効率よく行きたいですよね。さて、まずここにマシンガンとバズーカ、ライフルかな、これら確保できそうなので確保しちゃいましょう。もらえるものはもらう。で、マシンガン陣地もあるので、まあ、これで撃退できそうですね。まあ、この要領でちょっとじゃあ敵のパトロール隊を倒していきましょう。ここもパトロール車と戦闘中ですね。まあ、火力は増しているので、まあ、普通に戦ってもなんとかなりそうかなとは思うんですけど、ちょっと損害出てますね、やっぱりね。パトロール隊の敵は完了ですね。あとは出てきた歩兵を一掃しておきます。では、さらに前進していきましょう。ここに敵の対空砲がありますよね。この対空砲を潰しに行きます。こっちでこっちで戦いが起きてんだな。まあ順番的にはここを先に占領したいですね。こっち側でもうあのかなり敵のマシンガンの餌食になってるので、こっちを先に確保します。さあ確保したら今度こっち側からですね、敵のマシンガン陣地を狙いましょう。で、目を引きつけてる間にマップの下側からですね、部隊を突入させます。そしてグレネードを投げ込んで制圧です。では続いてですね、マップの左の方にあるこの対空砲陣地の、まあ、制圧に向かいたいと思います。では突入していきます。いや、こっちもしっかり陣地が組まれててなかなかしんどそうですね。制圧を受ける前にちゃんと動線を確保します。ちゃんとマップの右の方ですけど、画面の右の方ですけど、あの隠れながら撃ててるんで損害はあんまり出てないですよね。これも十字砲火で制圧していきましょう。では次の対空砲ここにあるんですけど、これの制圧に一気に向かいましょう。制圧できましたね。では最後の一つの、まあ対空砲陣地っていうんですかね、ここかなり強力そうなので、まあうまくですね、十字砲火を浴びせられる陣取りを今行ってます。では突入していきます。マップの右上ですね、ここから突入していく部隊とマップの下から突入していく部隊です。ここはもう一気に行きましょう。で、対戦車砲を撃つ部隊はそのままずっと撃ちっぱです。突入して対空砲すべてを破壊完了というところですが、敵の新手が来たというところで、車列がやってくるということで、
どうだろう、これを迎え撃つ形かな。車列の待ち伏せをせよということですね。地雷なんかも敷設しておいてもいいかもしれないですね、この線、あの道路の中に。さあ、車列がやってくるという描写ですかね。ちょっと地雷を敷設する時間がなかったので、このまま敵を迎え撃つ形になりますけど、どうだろう、いけるのかな。対空砲、対戦車砲、これらはね、取り揃えてありますからね。車列の撃滅ということで、マップの上からやってきましたね。してくれてる感じかな。はい、被害は出ましたが車列撃滅完了してます。勝利、ミッション、完遂ということになります。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。